ははいどうもこんにちはバッキーです昨日ですね友人が中学校のね友人が、えー、結婚したらしくてでそれの結婚お祝い会的なものにね参加しましたで、まあ、その結婚お祝い会ってなんか結婚式とかじゃなくてなんか旦那さんとですねお嫁さんが、まあ、結婚するとでその仲のいい友達たちを なんか44ぐらいでなんか居酒屋でねまあカジュアルに、えー、まあお気軽にちょっと、えー、ご飯できたらなということでまあそういう会があったんでね昨日行ってきたんですよねで僕地元が平方なのであの平方の居酒屋に行ってきてでそこであの朝までね飲んで久しぶりに飲みましたねで始発ぐらいで帰ってきて で、ちょっと寝て、で、起きて、えー、レッスンして、で、今、ちょっとね、あのセッティングして、あの、昨日のね、話がね、なんか個人的になんかすごく印象に残ったので、なんか忘れないうちに、ね、熱、熱がね、冷めないうちに、ちょっと話そうかなと思ってね、ちょっと回して撮ってみ、撮,撮ってます。はい。で、その、結婚の祝いなんですけど、 もともと僕はね、そ呼ばれてなかったんですよね。で、なんで呼ばれてなかったのかっていうと、その、代打でね、僕行ったんですよ。というのも、その中学校のね、仲のいい友達がいてて、まあ4人グループね、男の4人グループいてて、で、まあ、ここが、この4人がメインで。で、僕はね、なんかその、なんか入る場所なかったから、あの、入れさせてもらって、あの仲,仲良くね、させてもらったんですよね。で、で、まあ、言ったら、この4人がね、すごく仲いいんですよね。 でだから本当はそのそこの4人でね僕のいない4人で結婚お祝い会をするっていう予定だったはずなんですけど一人がちょっとどうしても来れなくなったとでそれで、えー、よかったら、えー、来るみたいなね誘いが来てあじゃあ行く行くおめでとうってなって行かせてもらうわみたいなねあのなったんですよねでもなんかその ね、ちょっと友達たちは「いやお前そこさ気,気使って誘うよ」みたいな,な,んかそのなんか補欠合格みたいな感じのさ誘い方やめろよみたいなねその結婚のお祝いする感じのね旦那さんですね旦那さんがちょっと突っ込まれてたんですけど僕は全然そんなことなくてあのなんかねまあ代打でもねなんかそういうお祝いごとに呼ばれてまあそのね中学校のね友達をえまあその一緒に喜んで バセていただくのはね結構やっぱこう光栄って思っていてとても嬉しかったんですよねだから行くってなったんですよはいでそのね会もだから本当はねなんか1か月2ヶ月前ぐらいから計画されててでじゃあもう前前からねそのもうご飯会しましょうってなってたんですよね僕全然知らなかったそのご飯のお誘いが来たのが1週間前ほど だったんですよだから結婚したことも知らなかった急にある時 LINE がポ,ポンとね入ってきてで久しぶり久しぶり LINE 送り返すんですよねそしたらその次の一言が「俺結婚したんだ」みたいなね「結婚して」みたいな感じで LINE が来てだからすごく驚いてびっくりしたんですよね「えー、おめでとう」みたいな「え全然知らんかった」みたいなねすごく驚いたんですよね で、その、まあ実はね、その結婚した席入れたい人って、実はそのなの、ね、昨日の主役の旦那さんだけじゃなくて、ね、まあその、5人ね、もともと4人いてた中で、僕入れて5人ですねで。その5人のうちね、もう3人ぐらい結婚してたんですよね。でもう1人はね、この前赤ちゃん生まれたみたいなね、パパになったみたいな。知らなかった、びっくりしたんですよね。 めっちゃ嬉しかったんですよね。だから、なんか、ええー、みたいな、ええー、もうみんなもう結婚してんのすごいな、みたいなね。おめでたいな、みたいな、えー、行く行く行かして、みたいなね、感じなんですよね。で、それで行ったんですよね。で、平らのね、平方市ご飯を食べたんですけど、まあ、居酒屋でね、食べて、だからもう本当に、あの、なんかこう、堅苦しくなくね、あの気軽になんかね、 喋り合えたらな、みたいな、そういうあの感じでね、開かれたんですけど。で、まあ僕はですね、まあちょっと、開かたの方について、T サイトの方でね、あの、お花をね、しょぼいおさんお花なんですけど、ちょっとね、買って、それと、えっ、ー、とね、バウムクーヘンがね、T サイトの1階にあるんですよね、ジイチロうみたいな、収めるっていう感じにイローかな、なんか、ジイチローっていうバウムクーヘン屋さんがあって、まあそこで、まあ、ちょっと、 ね、バウムクーヘン買って、まあ、なんかこう食べ物でお菓子でどなこ,のこの辺が妥当かなみたいな、ね、感じでちょっと持って行ってで合流するんですよねでもうみんな先に座ってたんですよねで僕はその最後の一人だって「あどうもこんにちは」みたいなね結構その「あのあどうもどうも」みたいな、ね、あの感じなん社会,社会人のねあの社交の交わし方みたいな感じだったんですけど。 そして、まあ、会が始まるんですよねで。結婚、結婚お祝い会は、もう全部ね、楽しかったんですよね。朝まで飲んで、朝まで、えー、飲んで、帰って、眠たかったんですけど、ね、今もちょっと眠たいんですけど、でもね、めちゃめちゃ楽しかったんですよ。で、その会がね、始まるんですよね。で、始まるんですけど、ね、漢字のね、 旦那さんがあまりその喋るのが得意じゃないんですよね。だからそのあの結構ね僕とかね来たとかもう俺その大だいだの補欠合格やからなんかもうあ,んあんま喋らんとこってもねちょっとこう後ろにいとくような気持ちでねあの待ってたんだけどまあでもそのえーとね主役の旦那さんが あちょっと緊張しまくっててあのまさかこう自分がねこう主役で会を開くみたいな緊張してもう頭ちょっと真っ白やわみたいなね電波った体とかするんですよねでまあその友達ですねその主役の旦那さんは、まあ、その中学のねそのなんか仲いい人らの中では結構そのあんまりこうねあのなんやろこう回していくタイプとかじゃないからちょっとこういじられキャラみたいな。 感じなんですよねでしかも、なんか、え、お前、彼女できるみたいなね。お前、何歳までおらんかったやろみたいなね。そういう感じのね、あの男子のいじりをね、なんかこう、大学とかね、してたんですよね。で、なんかこう、服とかもね、なんかおしゃれな友達がいてて、いや俺がもう服教えるから、みたいなね。お前、服、いやも,もっとかっこよくなるよ、みたいな感じでね、教えてもらってたりとかして、そういうやつがですね、 だから、みんなの中では、え、お前、結婚できん、なんか、彼女できんやろうと思ってたやつが、もう25歳で結婚するみたいな、もうすごく驚,驚いて、友達もみんなもね、当時話し聞いたときはめちゃめちゃ驚いてたんですよね。で、あのそもそも僕自身がですねあの、4人の男友達の方ですね、会うのもすごく久しぶりだったんですよね。 もう社会人の時は会ってなかったから3年か4年ぶりぐらいに会ったんですよだからすごく久しぶりで何か中にはねその男友達の中にわざわざね関東から今日のために有給取ってねお前祝いに来たでっていう感じでねあの戻ってくる人とかもいてたんですよねだからまあなんかこうそ,そのぐらいなんかねお祝いしたかったみたいなねそういう回なんですよね で、その、そうなんですよ。だからまあ、ね、まさかお前が結婚するみたいなね、感じな,なやつが結婚して、で、お嫁さんもめっちゃ可愛いんですよね。へえーみたいな、驚くわけですよね。 でもそれでこう会が始まるんですよ。でも、その、まあ、ね、やばいわ、緊張して喋られへんわ、みたいなね、その感じのね、旦那さんの人が言うんですよね。だからね、ちょっとこう、周りのね、隣に出た友達とかもね、突っ込むんですよね。お前回していかんかい、みたいなね。<laughs> なんか <laughs>、お前主役やからお前言ってこい、みたいなね。そういう、なんかこう、いじりとかもあ,あったんですよね。で、まあ、その中で、よくよく考えてみたらね、僕はみんなに会うのに、まあ、4年、 ブリとかなんですよだからその,その友達のうち3組も結婚してたとか何かそう子供を産んでたとかそんな話も全然知らなかったから全然知らなかったんですよでまあ一方ですね男女ともにですね今日出席してたその男の子4人組と女の子4人組はなんかお互いちまちまこう会ってたりとかしてたからお互いのなんかこう人生のねあの進捗状況みたいなやっぱ話し合って。 なやっぱ知ってるんですよね。なんかそれもなんか男友達の方だったらなんかね、こう振られた話とかね、でそのやっぱ子供ができた時とか結婚した時の話とかはもう、ね、事前に知ってたんですよね。で、まあそれもその、この食事会も7年も一ヶ月前ぐらいから知ってたんですよね。だから、お祝い会って言っても、まあ、みんなの温度は徐々にこう、下がりつつはあったんですよね。多分その 温度がめちゃめちゃ高かった時って、まあ、そう一発目に聞いた時なんですよね。俺実はその結婚しての,その一発目に聞いた時が結構もう数ヶ月前から一番高い状態にあってそこからこうどんどん熱が下がってきての召し替みたいなね感じだったんですよね。 僕だけね、一番、ね、熱量があったんですよね。全部知らんかったから、全部ね、その新鮮、新鮮味がありすぎて、すごい新鮮な気持ちで聞いて、かすごいねこうドキ、ドキドキもしながらね、な感じでね、出席したんですよね。で、だから思ったんですよ。みんな、のもうある程度お互いも、周りの状況も知ってて。 で、会話もなんか今ちょっと感じ緊張してて、なんかうまく喋れないから、俺だけゼロ、ゼロ状態で来たから、ゼロの知識状態で来たから、あ、あじゃあちょっと俺が聞いていこうみたいな感じ。<laughs> ちょっとふと思ってですね、え、そもそも二人ってどこ、僕全然知らなくて、みたいな。ごめんなさい、みたいな。そもそも男友達に会うのも4年ぶりとかなんですよ、みたいな。そもそも二人ってそのどこでその出会ったんですか、みたいなね。 しインタビュアーみたいになって、僕 <laughs>。そう。で、それでね、あ,の,あの,その、幹事のね、主役のね、旦那が、中学のね、男友達の旦那が、いや、これ、あの、この子の紹介で、みたいなね。えあ、紹介して、で、それで出会って、いそうな、みたいな。えー、紹介したってことは、みたいな。え、こことここはどういう関係なんですかあ,あ、バイトの、あ、塾の、い、じゃあ、こういうつながりですね、みたいな。なんか <laughs> 関係図、関係図把握係みたいな。<laughs> ポジション、ポジションで喋ってて、そう、あ、そういうつながりなんですね。えー、そう、えー、なんでその紹介とかしようとしたんですかみたいなのがね、こう聞いたりとかするんですよね。で、なんかね、話を聞いてると、やっぱりね、女の子のね、お嫁さん側は、なんかね、これもね、こう、やっぱ人生って不思議なもんって思う感じで、結構こう、初め会った時の初対面の印象どうやった旦那さんのね、 え男友達の方に聞いたら向こうはちょっとギャルだってギャルみたいな感じやってちょっとギャルで怖かったみたいなねで向こうの女の子も何か何回かね告白されて振ってるんですよねすごいですよねはじめね告白されて振ってんのに結婚しちゃうみたいなねすごいゴールの仕方ですよねでその女の子もなんか付き合ってみたけど振って まあでもなんか、いろいろあって付き合ってみたけど、なんか1ヶ月持つかな多分持たんと思うわ。って思ってたら、あの、席入れてた、みたいなね。こんなことあるかなみたいな。周りの友達もね、女友達もね、女の子の友達もびっくりしてたんですよね。いや、まさか何々ちゃんがこんな、その、なんかうちらの中で一番最初に結婚するなんて思わんかった、みたいなね。絶対なんかもっと後やって思ってた、みたいな。私も、みたいなね。 女の子の方でも、なんか、ちょっとやっぱちょっとこう、まだ結婚するタイプの感じではない。なかったみたいなね。ちょっとキャルっぽかって、みたいな。一方、男の子の方でも、いや、お前がさ、モテへんお前が、結婚できるかいな、みたいなね。いじられてたやつが25でね、結婚するみたいなね。だからこう、何が起こるって何、何が起こるかわからんな、みたいなね、感じなんですよね。で、その友達のね、え、ー 紹介した子をですね、言うたら、キューピッドの役を務めた子がいてたんですよね、女の子で。この子は真面目な子なんですよね。あの今こういう勉強してて、みたいな。で、ちょっとバイトが同じあって、私が紹介して、みたいな。あの、真面目な子がお二人をくっつけた、みたいなね。そういう風にも取れるわけなんですよね。えー、すごいみたいなね。 楽しいとかね最高やんとかね何か言いながらね <laughs> あの食事をねしてたんですよねででもねまあ聞いていくとえじゃあさ2人ってそのえっどっちからさプロポーズの言葉したんとかでね聞くんですよねそしたら割とねみんなこうお互いのこと知っててもあそれ知らん何て言ったみたいなねだからその知らない情報とかもあったりとかして で、男の人が、俺こう言って、みたいなお前男やなー、みたいなね。うー、かっこいい、みたいなね。あの、いじるんですよね。やめろって、みたいなね。えー、そうね。お互いのことなんて呼び合ってんのみたいな、えー。あ、ちゃん、えー、ちゃん付けみたいなね。えー、その、呼び捨てじゃないんや、みたいな。その距離感の、なんか、距離感ある呼びな、なんかええな、とか、なんか <laughs>、盛り上がった、盛り上がったんですよね。一時間楽しかったですよね。 まそれでね、かすごい,すごい僕が一番楽しんでたと思うんですよね。なぜならもう全部新鮮な情報やったから。そう。なんかなんならね、そういうその主役じゃない人らの状況とかもちょっと聞きたかったですもんね。だから結婚しよとか知らなかったし、そう。あの、で、その遠くに行ってた、遠くから来たやつもね、まどんな状況かとかもね、やっぱり知りたかったりとかして、結構面白かったんですよね。 で、それで、そのままね、二次会に入るんですよね。で、二次会は、えっと、まあそのパパがね、子供がいるから帰りますって言う子とかでね、あとは、なんか、えー、私もこれで帰りますみたいな。あ8人だったんやけど、えっ、ー、とね、6人でね、二次会になって、まあ、その、ちょっとね、場所も変えて、こう飲んでて、で、まあ、言うたら、なんかお互い初対面なんですよね、男女の。 お互い友達同士のまあその初対面とはいええっとね、まあ、初対面の人もいれば2回ぐらいあ,なんかあったよねみたいなとかもあってだからまあちょっとこう気まずいさみたいなとかあったんですよねまあでもなんかその中でねあのまだ、えっと、新婚のね夫とお嫁さんいてたからなんかもうちょっと聞きたい話とかもあったりとかしてずっと聞いて。 でまあ、なやっぱそれなりにもりあって結構楽しかったんですよねなんかねちょっとこう初めの一次会はねなんかこう結構なんか司会者の気持ちのなんか感じでなんかな質問してたんですけどなんか二次会ぐらいはねあのなんかあ今そんなこと考えてんねやみたいなちょっとこう真剣なね話とかもあの夫婦で聞けたりとかしてなんかそれも面白かったんですよねなんかまあ例えばね向こうが 俺,俺もその独立をしたくてみたいな,な大変なみたいなね聞いたりとかしてえすごいそうなみたいなあじゃあえそういうさ奥さんはさどう思ってんのみたいな今の旦那さん会社勤めてるけど独立したいって言ってるけどど,どうすどうどう思ってんのうん私はまあまだ早いかなみたいな保守派なんですよねでそれでね旦那さんもいや俺もちょっとそう思っててみたいなだからその今年のね 仕事の内容が結構ねあのターニングポイントって思っててここで仕事の成績まあ一個なんか残せたらまあちょっと今後自分がやりたい仕事とかできるんじゃないかなとかね夫婦でなんかこう仕事のね相談とかね決め仕事のね、えー、どう養っていくみたいなね話し合いとか結構そのリアルなね話とかも聞けて結構楽しかったんですよね。 ね、子供の名前とか考えてんのみたいなとかねなんかそういう話とかね盛り上がったんですよねで三次会なんですよでもこの時点ぐらいからねなんかも深夜1時とかね2時とか超えて、まあ、終電もこうなくなってで僕自身ね、まあ、実家に帰ろうか自分のお店の店舗に帰ろうか、まあ、ちょっと悩んでってまあなんかど,どうでもいいと思ってたんですよねというのもね8月5日 の出来事だったんですけど淀川のね花火大会っていうのもあってちょっとね交通状況がなんかあんま良くなかよくなさそうって思っててなんか帰るのもちょっとストレス感あるからまあなんかどんな形でもいいかなとで次の日のまあ朝の仕事だけちょっと間に合ったらいいかなっていう感じでだからもう2次会も3次会もみんなの雰囲気に合わせていてたんですよねで2次会が終わってですねあの夫婦がね、えー 買えるっていうことになってで残ったのが4人なんですね8人目8人いてて2人抜けてで2次会でねその夫婦も抜けて4人になったとで4人になってじゃあどうするみたいなねでそしたらなんか女の子のうちの1人がなんか働いてるバーのとかあるからそこ行こうみたいなねそこに行ったんですよね枚方市駅ってそのなんか飲み会街 なんかないって思ってたんですけど、あったんですね。僕、全然知らなかった。その、平方でね、ずっと育ってたんですけど、あ、ここに、あ、飲み屋街あんねやんって思ってね、結構、いやらしいね、あの、ネオンの光とかね、ちょっとあったんですよね、夜になると。へーって思って、全然知らなかったっで。そこで、その、まあ、三次会をするんですよね。眠、ね、眠いんですよね。なんなもう、ちょっと、お酒、 弱いのにねなんか飲んだりとかしてもうちょっと眠いが6割7割ぐらいあったんですよねでまあなんかその三次会やっててでそしたらねその主役のね結婚の、えー、主役のねお二人が、まあ、帰った後なのでだからもうなんか主役じゃない人の集まりなんですよねでそこでまあなんかその友達の一人がね いや25で結婚やっぱすごいよなみたいな俺やっぱ結婚にはやっぱちょっと踏み出せないかな、ね、結構はっきりね強めに言うんですよねでなんか僕もいや確かにやっぱ25でね結婚ってねやっぱ勇気あるよねみたいなねとか,なかう共感するんですよねでそうしたらね友達があのいやなんか自分にはなんかこうやっぱ子供産む責任まだないかなみたいなね深い話ちょっとするんですよね で、なんかね、俺やっぱ、なんか学生の時というか、まあ、母子家庭やったから、みたいな。もう、なんか、おや、働きながらさ、子育てして、母ちゃんが、ね、夜遅くまで働いて帰ってきて、みたいな。なんか母ちゃん、すごい大変そうやって、みたいな。今日も俺、大阪さ、平方帰ってきてさ、まだ一回実家に顔出したけど、母ちゃんおらんかって、だからちょっとどっかのタイミングで、ちょっと母ちゃんに早く顔出したいな、みたいなね。その なんかそういうやっぱ母子家庭だったっていう背景とかもあってなんかこうちょっとねまだ結婚はなんか自分はいいかなみたいなねそういう話するんですよねあの母ちゃんのね話してるところでちょっと僕泣きそうになるみたいなねちょっと目頭押抑え,抑え出すみたいなね感じだったんですけどでそうしたらその迎えにねいてたあの真面目な女の子がね 私も母子家庭でみたいなああそうなんだと思ってそうやっぱそのお母さんやっぱすごい迷惑かけててみたいなそうやんなみたいなねそっかーって思ってなんかこうやっぱいろいろ考えることあるかーみたいなね思いながら聞いてたんですよねでそれでね朝4時ぐらいになった時にあのー、もう結構お酒寄っててなんか っっってた寄ってたたるような感じやったんですよねでまあなんかそのカラオケとかがねそのバーに着いてたからなんか歌ってる子は歌ってたりとかしててまあなんかそれなりにね時間を過ごしてたんですけどそしたらね4時ぐらいにねあのまあそれとなくなんか。 会話っぽい会話なんかしてたんですけどその真面目な女の子が途中からこうずっとちょっと黙り始めててだからそのすごいちょっとお酒も酔い回ってきたのかなとかって思ってああのあ大丈夫みたいな感じでで向こうもちょっと無言でうんとかうなずいたりまあでも途中でね元気な素振りとかも見せるんですよねなんかお互い女の子同士のなんかこう面白いスキンシップを取り合いとかはちょっとね撮ってたりとかしてたんですけど <laughs> で,でもね、4時ぐらいになった時に急に、あ、ごめん、私帰るわ、って言って、えー、本当みたいな。タクシー、タクシー呼んだ方がいいよ、みたいな。うん、いや、もう歩いて帰る。え待って、待って、待って、みたいな。えー、この時間、なんか、夜道歩くの危ないって、みたいな。タクシー呼んだ方がいいよ、いや、いい、みたいな。でも、まあ、それでね、真面目な子がね、だって、その、バーから降りて、階段降りてね、 出ていくから、まあ、僕らでね見送ろうとしたんですよねで見送ってたけど見送っててでねの真面目な女子をこう歩いていってそれでまあなんかこうあのもう一人ねなんかこう女子がいててで、まあ、それでこうちょっとこう解放するような感じじゃないけど歩いてて大丈夫かなみたいな見てた、ね、見ててでまあちょっとこう大丈夫そうかなと思ってね僕ね4人全員3人全員で 真面目そうな女の子をちょっとこう、ちょっと途中までちょっと送ってたんですよ。送るという、まあ、見送るみたいなところに行ったんですよね。でそしたらですよ、その、あのずっとなんか黙ってた真面目な女の子が急にめっちゃ泣き出すんですよね。僕、トークで見てて、なんか様子おかしいなと思ったらめっちゃ泣いてたんですよねで。なんかこう、女の子同士でハグし合ってて。 酔い,いかのいや泣いてるあ泣いてるわって思ってね近くに行って「大丈夫大丈夫」みたいなね3人でね「大丈夫大丈夫」って聞くとねその子もうすごい泣いてるんですよねそ何があったのかなと思ってな何かあったんかなと思ってこのなんか飲み会の時にねえ「大丈夫、ね?な」ねなどうしたんって言うとその 女の子はね、真面目な女の子はですね、あの、ボロボロ泣き,だ泣きながら、いや、実は、まあ、その女の子のね、友達には言ってるけど、みたいな、みんなには言ってないことあって、何って何を、なんか言う、言わんとあかんことはあったんかな、みたいなね、何を、え、何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 、みたいなね、なるんですよね。そしたら、その女の子が、言ってないことがあると。それは、いや、実は私、この前、その、 婚約破棄したんよねと思ってほうってなるんですよね。女の子が泣きながら実は私6年間付き合ってた人がいててでも婚約して両親にもご挨い行ってお互いにで婚約するつもりやったんやけどもう婚約破棄になっちゃってみたいなボロボロ泣きながら言うんですよね。 も女の子にこう抱きつきながらめっちゃ泣いてるんですよね。でそれでねでも今日2人の主役の結婚のお祝い会やったやんかだから私なんかその6年間付き合ってた子に人に婚約破棄されてすごいその心傷ついてたんやけどでもなんかそのことを言えない。 お祝いムードの中で言えなかった。しかも今日7年目の記念日やねんみたいな。ずっと言えなかったみたいな。なんならちょっとなんか負い目感じてて。というのも私が一番最初に婚約するって女の子の友達の中で言ったんよ。だからその女の子グループの中では私が一番最初になんか婚約する雰囲気やったんよ。 でもそれで破キになって、で、今日の主役の二人が、あの、付き合って2年なのね。私6年で、向こう2年で。で 婚約するってなってで先に向こうがあのゴールしちゃってなんか負い目感じちゃってでも言えなくて私ずっとね今日の回も、まあ、すごい大親友やから参加してお祝いしたい気分もめちゃめちゃあってでお祝いしたけどやっぱりその心の傷がもう全然言えなくてずっとメンタルすごく病んでたんのよね。急にこう 深夜4時のテンションですよ。深夜のテンションですよ。あれがブワーっとね、出てきちゃってね、帰り際に泣いちゃって、もう私最後まで泣かんって決めてたけど、今日は、みたいな。でも、ちょっともう思いのほか、なんか時間経つたびに、なんかもう耐えきれへんようになって、みたいな。ほんで、私、その母子家庭やから、お母さんがすごい心配してんのよ、みたいなね。すごい話ですよね。そうなんですよ。 めっちゃ励まし見ましたね3人。いけるよ。これからだよ、人生。みたいなね。大丈夫、大丈夫。みたいなね。友達とかもね、もういや、元がなんか草るほどいてるから。みたいなね。もう絶対行く大丈夫。みたいなね。すごい話なんですよね。なんかその歩いて帰るって言ったのを、その、なんかタクシーとかでね、泣いてる。 なんか早く帰っちゃって,な泣,いて泣いてるとこを親に見せたくなかったりとか歩いてる時にこう気持ち整理したかったからあのなんか歩いて帰るってね言ってたりとかしててでまあ無なんか最終的にはその子ね歩いて帰って、まあ、無事に着いたよみたいな,、ね、なんかね LINE がその女の子友達から聞いてあよかったねみたいな、ね、感じになったんやけど、まあ、そ無事には帰り着いたんやけどそうそういう話がねあったんですよね。 で僕なんかそれ聞いた時になすごくそのショックな話であると同時になんか全くなんかその関係のないところでなんかその婚約破棄して私って聞いた時にあの別でなんか僕一番最初に思ったのがいや今日の出来事の構図えぐって思ってなんか <laughs> これななななんかドラマとか見てんのかなみたいなね思ったんですよね。 というのもね、今日というその結婚のお祝い日でですね、結婚お祝い会でね、すごく喜んでる二人とね、それでずっとこうね、こう心に、ね、抱えてて、ね、なんで抱えてたかっていうと、こう婚約破棄したからっていう、結婚のお祝いと破棄話がこう同時に起こる日常あると思って、何この対比と思って、びっくりしましたよ、本当これえ、なんかドラマ見てたんかなとね、思ったんですよね。 でもなんかキャラクターも、なんか対比の構図うまくできてるし、だって、ね、今日の結婚した二人は、男の人はさ、お前に彼氏、彼女なんかできるかいなってね、言われてたやつで、女の子も、いやなんかあの人と一ヶ月続くかどうかわからん、みたいなね、っていう子がですよ。まさか結婚するなんて二年で、みたいなね。誰も結婚しないってね、思ってた人が実はめっちゃ早く結婚してて、 その一方で反対にこの子すごく真面目で,でスケスケもしかも6年間付き合ってたんですよねだから初恋の人で初めての恋人なんですよね初恋で初めての恋人で6年間付き合って真面目な子なんですよ 婚約するって決まってたから浮気もなんか見逃してたみたいななんかこう婚約するから我慢してたんだよね。ねしかも雰囲気としては絶対この子が一番最初に婚約するムード入ってるよねっていうねっていう子がこう婚約破棄したっていうね構図えぐって思って 絶対結婚せんやつであろうっていう人の結婚しちゃったという喜びの会の中で絶対結婚するであろうっていうね人が実は婚約発棄になってすごく苦しんでたというねすごい話ですよねなんか感動しちゃってそこの構図にもちろんその女の子のあのその精神のねやっぱこう心の傷つきはすごくねあのー すごくこう辛いなとは思ったんですけどねそれとは平行でなんかちょ構図いいきすぎてしかもちょっと深夜4時やったからなんか頭もポケーってしてた感じあってなんかなその構図が急にドーンと出てきてなんかちょっと脳汁感動で脳汁出たというかなんかちょっと鳥肌立ってびっくりしましたねいやなんか問題出されてんのかなとかって何かちょっと思ったりしてなんか 今日の出来事を通してあなたに何を伝えたかったと思いますか ?50 文字以内で答えようにした。なんかそう、え俺聞かれてんのかなと思って <laughs>。この作品を通して著者は何を伝えたかったのでしょうかみたいな。なんか尋ねられてるような、こう、なんかあの作品の構図の美しさ出ちゃって。びっくりしたよね。なんならね、4時ぐらいまでも絶対電車で寝ようって思ってたけど、なんか深夜4時の謎の頭をポケッとしちゃう。 テンションでなんかあまりにも綺麗すぎる構図を作品をちょっと見せつけられてしまったからなんか電車でなんかずっと考え考えながら帰ってなんかしかもすごくインパクトがねなんかすごくあったんですよねびっくりしたんですよねなんかもともとだってね僕自身ねみんなのその結婚するとかそういう話知らなかったからすごいびっくりするんですよねだって まあ25なんですけど、そろそろ結婚する人のね、ファーストペンギンとか出てくる時ですよ。やっぱりそのファーストペンギンってやっぱすごくね、インパクトが大きいじゃないですか。なんかそういう新鮮さもめちゃめちゃあった中で、で、初対面の女の子で、 名前もな2次回3次回ぐらいでやっとちゃんとお互いを覚え出すみたいなね <laughs> え。えっと、ごめん、何々ちゃんっあ、私何々、えっ、ー、と、何か、あ、ごめん、違う違う、俺、その名前ちゃうみたいなね <laughs>、うん。でもなんかちょっとこう25同士の良さがあって、なんか名前ミスってもね、お互い忘れてるから何回ミスってもいいよって、そういう温かい空気感、ちょっとおもろいなとかあったんですけど、そう、なんかその新鮮な気持ちの中で、 初対面の子がね、やっぱギャン泣きするとこまで行っちゃうというか、なんかその高低差というか、ジェットコースター並みがちょっとすごすぎて、んでなんかどっかって喋りたいなってなんか思っちゃって、撮っちゃいましたね。結婚お祝い会行ったら、婚約破棄してた話なんですよね。はい。ちょっと、このチャンネルこそこそね、動画上げてるんで、こそこそなんか、 あのやってる動画なんで、なんかもし、ね、なんか知人とか気づいて怒られたらちょっとまあ、なんか消し,消しますけど、この動画。でもなんかすごい、なんかボリュームのあった話やったから、なんかしゃべっちゃいましたね。びっくりした。いや、そんなことあるんやと思って。なんかちょっと小説読んでるみたいな気分になりましたもん。なんか映画とか、なんか見てると、 なんか謎の深読みモードみたいななるじゃないですか。いやここの映画のこれって初め主人公はあの何主人公がねなんか理想を描いてた時のこの壁なんか背景とかって結構明るく描いてるけど。 でもなんか主人公がちょっとヤバそうになった時なんか背景がちょっと暗い感じになっててまあ上級描写描いてるよねみたいなねなんかこの程度の読みなんですけどなんかそういうのちょっと思ったりとかするじゃないですかなんか変な深読みしてるけど浅ーい,い,いこと考えてとかなんかするんですよね映画とか見ててまさかその結婚のお祝いの,の,その飲み会のなんか朝4時ぐらいでまさかその脳みそのスイッチ入るって思わんかって ののなんか急に脳みそがさ、もう急になんかスイッチ入って、なんか目覚め出して、あ、これ構図的に見るとこうなってるよな、みたいな、こことここ、なんか太陽取れてるよな、みたいな、なんか、ちょっと美しすぎちゃったっていうね、そういう、そういう話でした。ね、面白かった。なんか、その女の子のね、まあその、うん、婚約破棄したという話は、 もちろん悲しい。で、まあその子は多分ね、あのこう失恋を乗り越えてね、きっといいあの一人にね、またなれる、いい人と、ね、巡り合えると、まあね、強く信じているんですけど、とはって、っていうのと、あとはやっぱ結婚のお祝い会ね、すごく楽しかったなんか。 やっぱライフステージのね、変わり目のところの、まあ、ちょっとした瞬間でもね、お祝いすることができて嬉しかったっていうのと、あとは、なんかその日全体の構図がちょっと美しすぎて感動したっていう、あんま抱かない感動の抱き方をこう、プラスでしたっていうお得な日でしたね。はい。っていう、っていう話ですね。はい。これね、あのまあ、ま動、あ、画見てちょっとね、面白かったら、チャンネル登録、 もしくはねいいね。よろしくお願いします。はい。なんか言われたら、知り合いとかに何か言われたら、まあちょっと消,す消します。はい。じゃあ、ありがとうございました。ではまた。